それではね、こちら、グレイチェックの、コットンストレッチニットのね、紹介になります。はい、でこの生地の特徴なんですけども、まずね、個人的なちょっとおすすめポイントは、この秋冬にね嬉しい コットンがね 90% 入ってるということで、そこがねこう扱いやすさとかね、こうあとこう綿のこう肌触りが好きな方なんかにはねすごくねいいんじゃないかなと思います。で今回ねこのシンプルなチェック模様の一色ものになるんですけど、色がねすごくグレーカラーで、意外とねこうチェックのグレーカラーってなかなかありそうでないっていうね、作品にした時にもねすごくこうベーシックでね使いやすいタイプなんじゃないかなと思います。あとはねこうストレッチニットということで、すごくねこう伸びも程よい伸びながこう縦横あるんですけども、安定感がすごくあるので縫製もね比較的ねしやすいんじゃないかなと思います。その点もねすごくね喜ばれるところかなとは思います。はい、であとね肉感なんですけども、これね中肉厚になります。秋から冬にかけても意外とねこう薄すぎないっていうところがねいいんじゃないかなと思います。かといって暑いわけでもないので、お洋服全般ですね、トップス、ボトムス、ワンピース全般、お洋服全般にねこう使えるんじゃないかなと思います。で風合いなんですけども、これはねもう綿のニットならではの、肌触りですね、柔らかさとこうナチュラル感楽しんでいただけると思います。はい、で次にドレープもいってみましょう。ドレープもこんな感じでね、程よい厚みとね柔らかさもあるのでね綺麗に出ますね。はい、で最後に、生地幅なんですけども、150センチありますので、容赦もね余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。